てスレッドなんだ。小橋優生です。おはようございます。小橋優生です。不器用で曖昧でなんか感謝とかそういうのを素直に伝えれないなみたいな、そんなを歌にしてくれて、1曲目はカバーで上野大輝っていう僕の超絶リスペクションした僕の人生を書いてくれた人の歌で、次はまあ
ポンポンとオリジナルなんですけども、正直曲名は決まってません。行きましょうか。泣いてもいいんですよ。毎朝僕より早く家を出ていく君、僕が言える言葉、言ってらっしゃいの一言、本当に伝えたい言葉だけはあなたの前じゃ出てこない。なんでなんだろう、あなたの前じゃ少し打ち果てしまうんだ。わかってるよ、わかってるよ、伝えたい思いは山ほどあるんだけど言えないよ、言えないよ、まだまだ未熟もなんだ。情けないけど直接なんて口が裂けても僕は言えない。だけども僕は伝えたくて試したんだ、ごめんね。恥ずかしさを内に秘めて、今日は愛を込めて伝えたい言葉を並べてみた。まだまだ足りない言葉が、わかってる、わかってる、わかってる、あなたに届くまであと何年も何十年なんて口が裂けても僕は言えない。素直じゃなくて言えないから歌にしたんだ、ごめんね。素直じゃなくてごめんね。合ってますか？最後はちょっと
るからいいことも人から自由にあってっていうので、まあ僕がここにいますっていう歌ですね。僕と一緒にどこまでも行きましょう。で、僕は大好きなアーティストがいて、いつも助けられてばかりで、僕もそういう音楽をしたいと思って、今こうやって皆さんの前に立って、まあ正直賞が欲しくて CD 作りたくてCD 作りたいんですよ。とか作り方分かんなくて、作りたい作りたいずっとなーって思って今に至ってるんですけど、こういう機会があるので、ちょっと皆さん僕を押してください。押してくださいよ。ほら前に、もうここでもいいですよ。反応薄っ。僕関西でしょ。言いたいこと全部言ったかな。ってことで、皆さんをワク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 させたいということでした。まだまだ上に行きたいし、まだまだ僕の声を世界中に M ステとかタモリさんにさ、ちょっと横でさ言ってもらいたいかな。ちょっと押してくださいよ。今ほら対話したいやでとか言えるやん将来。空気静かやな。こういう時にパンってやったらドンドンドンって上がってさ、いいんだけど、ちょっと一人やったから寂しいから、もう最後行きますか。行きますか。僕と二人で、はい、
躍感すごい。チャビだよ、チャビだよ。いけるよね、いけるよね。次の人も次の人も